も私のアカペラライブへようこそいらっしゃいました。チューリップリンセスと申します。早速歌いたいと思います。今日は、ひまわりの約束というあのドラえもんのね、映画のドラえもんの主題歌になった曲を歌ってみようかなと思います。多分ね、歌ったことないから歌えるかな、わかんないんですけど、なんか歌いたい気分になったんですね。ちょっとね、私が6月がお誕生日なんですけども、今日ね、兄からひまわりのなんかお花が届いたんです。だからなんかちょっと嬉しくなっちゃって歌ってみようかなと思いました。あとね、この映画を王子とデートで見たので、それもあって歌いたいと思います。結構感動的な映画でね、泣いちゃったんですよね、少し、すごいもう何年も前だと思うんですけれどもね、なんか懐かしくなって、ひまわりの花束になぞらえて歌いたいと思います。皆さん見ました？あのドラえもんの、結構良かったですよねひまわりのようなっていう、みんな知ってますよね。まだちょっと1曲目だからすごいテンションが低くてすみませんどうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのか、どっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずな今日が、二人ならたからものになる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるから、いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは君に届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから。ちょっと微妙に違うとこあったらすみません。遠くで止まる未来、もしも僕らが離れても、それぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じて、ちぐはぐなったはずの歩幅、一つのように重なる。そばにいること、何気ないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日、手を振るとき、笑顔でいられるよ。ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言うかな。あ、ちょっとわからないとこがあって申し訳ありません。ね、いい曲ですよね、でも。
すごいいい曲だなって思ってね、映画を見たりしてましたね。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるから、いつも君に、ずっと君に笑っていてほしくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕が届けてゆきたい本当の幸せの意味を見つけたから。はい、ありがとうございました。ちょっとね、ところどころなんか、わからないメロディーとかがあって申し訳なかったんですけども、ね、すごくなんか、ね、心が洗われるようなね、いい曲ですよね。なんかすごい、ひまわりついてて、私。この間もなんか母にね、母のお誕生日にもひまわりの花束買ったし、なんか、マニーもいつもひまわりくれるんですね、なんか。私がこうなってから、じゃあ喋ろうかな。こうなってからね、母のことがあって、母が2020年にね、亡くなったんですね。で、その直後が私の誕生日だったんですね。もうあんまり間を置かして、うん。なので、その時も、確かね、そう、兄がひまわりの花束をくれて、それから、そうですね、その、なんか今4回目なんですよね。2020年、21、22、23って母のことがあってからもう4回もね、私お誕生日来たんだなって本当びっくりしてね、なんか本当浦島太郎状態っていうかね、なんかこの数年間の記憶が結構曖昧な感じなので、なんか知らない間にね、4回も誕生日来てたんだなって思って愕然としてるんですけどもね、割と最近意識がはっきりしてきたのが最近なので、そう、なんかちょっとね、最初の数年とかもあんまり思い出せない感じなんですけどもね。ですから最初の直後のね、誕生日の時にも多分兄がひまわりの花束をくれて、もうその時はね、まあ、すごい嬉しかったんですけど、もう正直そんな気分じゃないっていう感じもあったんだけど、まあ、うん、でもまあ嬉しかったけどね。で、それで、次の誕生日、2021年の誕生日も、確かひまわりの花束だった気がするんですよね。で、2022年はなんか食べ物かなんかくれたと思うんですけど、今年またひまわりだったから、ひまわり3回もらってるんですけど、なんかよっぽどなんか私に元気になってほしいんでしょうね、きっと。いつもなんかひまわりのようにみたいなことが書いてあるから、メッセージカードに。結局なんかひまわりみたいにね、元気な私を取り戻してほしいっていうメッセージなんだと思うんですけどね。だから今日ね、なんか、まあ、ちょっともう今日疲れ気味なんですよね、正直。なんかね、ちょっとなんかこう、すごい私も熱しやすくって、夢中になるとそればっかりやっちゃうんですけど、ちょっと疲れちゃったから、なんか今日ちょっと抜け殻みたいになってたんですけど、でも出かけるときにそのひまわりの花束が届いてね、ちょっと嬉しかったんですよね。ああ、ね、ひまわりだなって思って、なんか帰ってからまたちょっとゆっくり見ようと思うんですけども、メッセージカードも添えられてて、まだちゃんと出かけるときだったからちゃんと読んでなくって、まあ、でもなんかひまわりのようにっていう文面が見えたから、なんか想像がつくけど、ね、そういうことが書いてあるんだろうなと思って、帰ってね、ゆっくり読んで、お花も、まあ、またね、アップしますね。その花束のね、アレンジメントだったかな。そう、だからね、本当ひまわりみたいにね、元気にならなきゃなと思ってるんですよね。
なんか私もこれ見てる人は多分私が歌って飛んだり跳ねたりしてるところ見てるからめちゃめちゃ元気じゃんって思ってるかもしれないけど、今は全然あのそうじゃない時結構テンション低かったりするんでそんなにいつもいつも明るいわけじゃないんですけど、すごいこう、ね、今日もちょっとローテーション、ローテンションだし、またもしかしたらね歌ってるうちに元気になれるかもしれないですけどね。だからなんかもう元気じゃんってこう思われる人もいっぱいいると思うんですけど、まあいろいろですよね。そうだからふとした瞬間にこう抜け殻みたいになっちゃう時もあるし、あの今日とかちょっとテンション低めなんですけどね、でもまあね誕生日もあるしテンション上げていきたいと思います。頑張ります。チューリッププリンセスでした。